今回は、今日の4時からダウンタイムが始まったもんだけど、なんとね、新しいバトルパススキンの情報とかなんやかんやいっぱい出てたから、その辺をね、紹介しようかなって思います。まずは、運営がね、もうね、バトルパススキンをね、全部ね、公開したみたい。それがこれやね。知ってたやつ。ちなみに今回新しく運営がね、公開したバトルパススキンが、この3つやね。ちなみにエレンはね、今アニメでやってる方の見た目ではなさそうやね。で、もちろんね、今回はなんと、ここ2日間ね、いろんなバトルパスの情報が出てたと思うんだけど、なんと今回はね、エレンの情報しか出てないよね。それがこれ。ちなみに、エレンのもらえるアイテムが決まってんのがあって、まずはエレンのスキンやね。スキンはこっち。スタイルチェンジもあっから、どうなんだろうね。で、まずはね、エモート、調査兵団の敬礼っていうの。これと、あとはツルハシ、ここに映ってるやつやね。巨人の硬質化した手。ちょっと見た目ダサいけどね。あとは、エモートアイコンの怒ってるエレン。と、ラップとバナーがね、ゲットできるらしいですね。最後は、エピックが新しいね、次のシーズンの映像を公開してたから、音源はないんやけど、それと一緒にね、終わろうかなって思います。